皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は、えー、大変楽しんでおります。元気です。<laughs> はい。えー、今回はメルマガタイムでございます。私、メールマガジンを発行しておりまして、えー、リンクがですね、私のこのチャンネルの概要欄に記載されているんですけれども、 一つは無料版でして、こちらはサンプルのようなものです。もう一つは有料版で、月額税込み111円かかります。こちらの方はですね、もう情報量が圧倒的に多く、日常生活から人生設計まで、様々な情報を皆さんにご案内しております。初月無料で、 キャンセル初月にしたらお金一切かからないんで、ぜひ一度登録してみてただけいただければと思うのですが、まあその前にその前にですね、あの過去に配信した、えー、メルマガの情報、これをですね今回この配信で、えー、一部抜粋してご案内したいと思います。ぜひご参考になさってください。はい、えー、今回ご紹介するテーマは。 人工甘味料、低カロリーの人工甘味料、エリスリトールに、心疾患のリスクを高める可能性があるということでございます。はい。人工甘味料のエリスリトールは、糖尿病や肥満など、心疾患 血管リスクの高い人々のための砂糖代表品として絶望されてきましたが、この甘味料には血液凝固、血液が固まってしまう、そして心臓発作などの心血管リスクの高める可能性があるということが最近の研究で報告されております。はい。脳卒中。 もあるそうです、はい、ほぼカロリーゼロということで、まあ、使われているんですが、えー、アメリカの食品医薬局,医薬局よく出てきますよね FDA から認可されましたとかされませんとかありますよねよく聞きますよね言葉だけは FDA ってねそこではエリスリトールを一般に安全と認められると分類しておりますあれ って感じですよね。はい。糖尿病など、心臓合併症のリスクを高める基礎疾患のある人々は、血流内に高濃度のエリスリトールがあると、脳卒中や心臓発作を起こす確率が2倍高くなるという研究結果のようです。はい。また、エリスリトールは、 キノコ類、ブドウ、スイカ、桃、梨などの果物や、ビール、醤油、ワイン、チーズ、日本酒などの発酵食品の中にも自然に見られるということなので、もう自然からも取ってしまうんですから、人工的にわざわざ取ったらもうとんでもないことになるぞということですね。はい。はい、そうなんです。はい。 ねえ、怖いですね。はい。はい。えー、い、一部の食品にはそのように天然で含有されていますが、加工食品の場合は、なんと、なんとですよ。自然食品の1000倍の濃度で入ってるそうです。加工食品には。はい。<laughs> やばいですね。はい。 相当やばいですね。はい。そうですね。アイスクリームとか、はい。入ってるそうですね。結構。はい。そうですね。はい。はい。そうですね。はい。アメリカの心臓協会さえも、 えー、人工甘味料の使用を推奨しているのですが最新の研究では人工甘味料が新血管代謝疾患リスクに与える長期的な影響についてほとんど分かっていないということを認めているそうです。はい。皆さん人工甘味料などに頼って甘い味を吸って それで命を落としてしまっては元も子もありません。はい。気をつけましょう。ということです。はい。今回の配信は以上となります。また別の配信、または次の配信でお会いしましょう。さようなら。